ということで、こちらにねアテールさんに来ております。朝7時20分です。もう早いですけども、ちょっとねメイクをしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。今回メイクをしていただくのは大牟田市にあるラテールビューティーサロンさんです。最初にパンクをして、あ、それからちょっとですね、はい、メイクの方していきますね、はい、ちょっと冷たいです。ごめんなさい。今日メイクしていただくのは野村さんです。よろしくお願いします。めちゃめちゃ綺麗な、もうマスクの上からでも分かるんですよ、お肌が綺麗なの。それじゃあ私こんな感じすごい勝谷由美さんの文章で、全国からのこの人っていう形で選抜されて、うん、その時でチームを組んで担当するっていうような形になってる。それに野村さん選抜されたありがとう。すごいすごい。これだけでも赤みが効いてる気がする。いい感じですね。なんか鼻のところもすごいなんかつるってなってますね。そうじゃないですか、やっぱり。だからちょっとね、まあ、こういう仕事もっていうのもあるんですけど、うんうんうん、やっぱり素肌もちょっときれいにして、まあ、素肌でもわからないぐらいのことになりたいなって思って、いろいろ研究して、で最近はファンデーションなくてもいろいろいけるかなとか、ね。違いますね。なんか一時期クマが目の上にできてたことがあったんですよ、うん、ここありますそれ。あれ、それはクマじゃないんじゃないですか。クマじゃなかったんですかね。血流が悪かった。血流悪いとやっぱそうなりますよ。ここなんか青タンみたいな、青タンの意味はこちらです。方言かな。ここですか、うん、こっちだけ上がってみます、ここすごい大事。あ、そうなんですね。そう、わかりました。時間が経てば経つほど自然に見せてくれますよ。ありがたいですね、うん、気合を入れてですね。気合大事。気合大事。これは魔法の粉をちょっと信じて。おお、すごい。心なしか私の奥舞台もバッチリ二重になっている気分。喜んでいますね、もう。ということで完成しました。わあ、なんかツヤっとツヤっとツヤっとしております。ちょっとこれで、ね、素敵な撮影になりそうです。うわあ、すごいな。アテールさん、ぜひともね、皆さんに行ってください。お待ちしてます。野村さんでした。ありがとうございますさあ、ということで大牟田動物園に着きました。
早く着きすぎちゃいましたね。ここで制作の皆さんをお待ちしたいと思います。